国鉄ソば地重経過者は、かつて日本国有鉄道に在籍した事故救援用お店をへ車である。鉄道車両の脱線事故や転覆事故の復旧に使用された、回転式、キャブとクレーンを装備している。また、クレーンのブームを収めるための控え者である長物車を伴っている。1956年から1969年にかけて、 国鉄浜松工場及び日立製作所で21両が製造された。ミサオ獣舎の中でも素30型とともに大型に分類され、扱い荷重は最大で65トンとなっている。素30型を基本として、動力に何かと欠点の多かった蒸気機関に変え、ディーゼルエンジンを採用したものである。本形式は、大別して、前期型、中期型、 後期系の3種に分類される。外部塗装は当初は全車単緑色であったが、1968年10月1日ダイヤ改正では高速化不適格車とされて最高速度時速 65km の指定車となり、識別のため記号に炉が追加され、ロ素となり黄色の帯を巻いた。その後全般検査の際に、木1号の1色塗りに変更された車が存在した。 この色違いの明確な基準はなく、全般検査の際に入場する工場の違いによるものと思われる。ブームの構造や、種巻き、保管等の性能は、ソ30型と変わらず、走行装置の形状も同一である。動力として、ディーゼルエンジンを採用し、すべての操作を電気によって行う、ディーゼル電気式で、制御方式は、ワードレ・オナード方式である。 台車内には自走用の電動機を各台車に一機ずつを装備する。外観上はウインチ部分が覆われている。ソパチ14からは何かと問題の多かった保管を廃止して手巻きだけとし、それを補うため巻き上げ速度を重量に応じた3段階とした。また、クレーンの駆動方式は油圧式とし、他の操作もすべて油圧式に変更された。ブームの先には補助フックを有し、 これを用いることでブームを倒したままの作業も可能となり、電区間での作業性も良くなった。自走用の動力も油圧式に変更されている。それに伴い、動力は日の出 A59 に変更された。後期系の総180と被械車のチキ6132969年に製造されたグループで、日本最後の事故救援用ミサオエ車である。 基本は中期形と同一であるが、ブームの形状や行付装置が大幅に変更され、機械室の窓も H5 指示とされた。特にブームは従来の角の字型から直線形状となり、印象を大幅に変える要素となっている。下回りでは、ミサオ従者としては初めて車軸がコロ軸受けとされているのが特徴的である。21両目の番号は、すでに そ100型が存在したことから180に飛んでいる。1980年時点の常備駅は次の通りである。1987年の国鉄分割民営化に際しては中期形以降の給料が自己救援用として旅客鉄道各社へ引き継がれた。その時点の配築所と常備駅は次の通りであった。その後順次廃車となり、 最後まで在籍した森岡運転所配置の総91が2001年10月2日に廃車になったことにより、形式消滅した。ありがとうございます。